はい、このね、パラダイスリーグも、1位になったんで、大阪ヘブンズゴッドへのチャレンジ券を手に入れたんですけど、まあ、ここいらでちょっと、小雪ちゃんとかなちゃんのサブクエじゃないけど、イベントをやりましょう。まあ、今回は全部やるかな。全員分。うん。ちょっと長くなるかもしれんけど、お付き合いください。こういうの全部やりたいんで。キリュウさん！あ、やけにご機嫌なら、どうしたんだ？またご飯に行きましょう。小雪とご飯か。よし、行こう。よし、行くか。やったー、行きましょう。絶対そんな子じゃないけど、そんな子のアフレコしたわ。やったー、行きましょう。で？アラブの石油王みたいになってる。いや、諸事情ですよ、諸事情。この服装の時、小雪ちゃんのステータスがとんでもなく強いから、今、現状これになってるだけで。物語ストーリーが進んで、ね、衣装が増えたら変えますからね、後々。はい。ふふふ、またご飯に連れて行ってもらってありがとうございます。ああ、今日は機嫌がいいんだな。ふふ、そうですかね。キリさんとご飯だからじゃないですかね。小雪もそういうことが言えるようになったんだな。キャバ嬢の返答としては満点だな。もう、キリさん、本心ですよ。ふん、そうか。それはすまなかったな。じゃあ、早速食べるとするか。寿司屋さんかな、これ。はい、いただきまーす。お寿司屋さんですかね。カメラワークできないんだよな、これ。キリュウさんとご飯食べるの楽しいな。お、もう緊張しなくなったか。あ、本当だよ。はい、さすがにもう大丈夫です。でもこうして二人でご飯食べてると、うん、なんかデートみたいですよね。あんま、ん、違うのか。怖っ、キリュウさん。俺は小雪とデートしてるつもりだったの。恐ろしい男だ。そうだよ、個人での価値観の違いに。大丈夫か？すごい慌てて。そのデートって単語一個取ってもいろんな人で解釈が違うんだから。もうせっかく緊張しなくなったのに、また緊張してきちゃった。ダメじゃねえか。でもその店長とキャストがデートって業界的にルール違反じゃないですか？まあなあ。それでも構わない。めっちゃかっこいいじゃん。何、めっちゃかっこよ、こいつ。そんなルールはない。一線を越えなければいい。ちょっと下のはなんかダサいわ。真ん中そんなルールはない。まあ、業界的な話は知らないからね。それでも構わないってなんか男らしくていいっすね。もし仮にルール違反だとしても、構いはしないさ。俺はそんなルールよりも、自分の気持ちに従って生きていきたい。なんかダサいわ。変なのつけたわ、後半。キリュウさん、後半ダサいのつけたわ、なんか。そうですね、恋愛禁止で諦めるような恋愛は恋愛とは言わないのかもしれません。この子に響いたそうです。ルールがどうあれ、キリュウさんと今日ここに来れて私嬉しいです。やべ、ガンガン上がるじゃん。そう思ってくれるのか。いや、砕いとるみたいでやだ。はい、キリュウさんも同じ気持ち。だってキリュウさん、あなたさ、もう38だけど大学生だよ、相手。もちろんだ。ずっと来たいと思っていた。なんなら半分、キリュウさんぐらいでしょ、自分の年の。そんなに私のことを。いや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 。本当に楽しみだな。そっちかい。ツッコミもできるいい女ですよ。しかし大したわけぶりだったな。小雪はあまり。デートはしたことがないのか。そのなんていうか、モテそうではあるけどな。どうしたんだ、何か言えないことでもあるのか。でもナンパされたことないのか。キリュウさん、モテないようにしてるとかだな。笑わないでください。実は私今までその男の人と付き合ったこととかなくて、デートとかそういう恋愛の経験が全然ないんですよ。まあまあまあ、時代も時代だからな。そうなのか。ちょっと、キリュウさんの時と同じ考え方しちゃダメだよ。ですよね。やっぱり21にもなって恋愛経験ないのっておかしいですよね。どういうおかしら。これは困るな。うわー、困るなこれ。あー、ダメ、一番下論外だわ。いや、なんか21でもない人はないと思うぞ、俺はな。うん、
別にないからって自分のこと卑下するもんじゃないし、ね、その後別に素敵な出会いが待ち受けてるかもしれないしな、本人に問題があるとは思えねえから、まあ男たちの見る目がないって言っといてあげるのか。うーん、なんか、うーん、本人としては解決できてないから嫌ではあるだろうけど、まあこん中では最良の選択だろう。こういう気を放っておくなんて、男たちの見る目がねえんだな。キリュウさん、そんなこと言ってくださるの、キリュウさん。声かけちゃうよな俺。絶対ナンパしてしまいます。ありがとうございます。お世辞じゃないさ。お前は十分魅力的だと思うぜ。いやナンパしちゃうっすよ。別に恋愛経験がないことは悪いことじゃない。引け目に感じることはねえさ。おっしゃる通りでございます。ただ、もし本当に好きな人ができたら、そのチャンスは逃がさない方がいいぜ。かっこいいこと言うね。はい、ありがとうございます。絶対に逃がさないようにしよう。ん？何か言ったか。いやいやいや、まあ、何でもないです。まあまあまあ、18ならまだ許すか。しかし、うん、恋愛経験か。何も21が17個上か、キリュウさん。ああ、もっとモテると思っていたな。全然ですよ、中高と女子高で大学も女子大ですから、出会いがそもそもあまりないんです。あ、そういうことか。なんだ。でも女子高でも彼氏いる子はいたからな。あ、まあ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 。そうなのか。他校とな。はい。だからやっぱり私のせいな気がします。やっぱりセクシーさが足りないからかな。セクシーさ。はい。私童顔だし。スタイルも別に良くないし、 どうも感じないでしょ。別に21の顔に見えるって。セクシーな魅力ってほぼゼロじゃないですか。私それが結構コンプレックスなんですよね。いや、すごい21の顔だけど。男性は基本的にセクシーなスタイルのいい女性の方が好きですよね、はい、どうなんでしょうね。難しい質問してくるよな。セクシーな女が大好きだ。小雪の体型も十分セクシーだぜ。やめろお前、気持ち悪い。で、3分の1でとんでもないセクハラ発言あるの、なんなんこいつ。マジで桐生一馬という人間の3分の1は変態性でできていると言っても過言ではないのか、これは。どうなんだろうな。 でも本当に彼氏作るだけとかだったら全然高校生とかに手出していいんじゃない、21の女だったら。付き合ってくだけなら犯罪じゃないし。いいと思いますよ別に、まあ、人間は中身がだ俺は人間大事なのは中身だと思うぜ。全くその通りではあるけど、スタイルがどうだろうが薄っぺらい人間と付き合う気にはなれない。まあな、でもスタイルを気にする奴も中にはいるかもしれんが、そんな奴は相手にしなければいいさ。キリュウさん、本当ですか。波長がある合わんがあるからな。逆に怪しいですよ、うん、でも入りは外見だと思うぞ。俺は本気だ。第一印象ってすごい大事だからな。すげえ魅力を感じてる。気持ち悪い。もうなんかちょっとさ、お世辞でも嬉しいです。これありがとうございます。みんなどう思うよこれ。38のよ、キリュウさんにはそこはかとない魅力を感じていますよ。まあまあ二人がいいならいいか。ありがとう。まだ小雪ちゃんがさ、桐生さん口説きに行くのは分かるけど、38のジジイ がお前21の子、小雪は十分魅力があるんだ。堂々としてりゃいい。そうですね、桐生さんの発言には重みがありますね。恋愛マスターって感じです。そうでもないさ。でも実際どうなんですか。いろいろな恋愛をされてきたかと思うんですけど、まあまあ、でも生涯愛した女は一人だっていう。よかったら桐生さんの恋愛について少し話を聞かせてほしいな、なんて。あ愛した女はいた、今も恋愛中だ。今も恋愛中は本当に気持ち悪いからやめてくれ。愛した女はいたぐらいにしてよ。今は特定の女はいねえが、かつては心に決めた。ああ、愛しい女がいた。そういう方がかっこいいよ。もっとも今は遠く離れちまったかな。そうなんですか。俺がもっと器用に生きられていたら
違った結末になってたのかもしれない。そうやって後悔する日もたまにあるんだ。やり直すことなんてできねえ。いい話だな。女の子的にどうかは困るけど。そうね、重くなってしまったな、はい、正直めちゃくちゃ重いです。でも聞いたのは私なので。それにその女性も桐生さんにそんな風に思ってもらえて幸せだったと思いますよ。あ、よかったよかった。あ、これパーフェクトレッスンじゃない。私みたいな未熟者が言っても説得力ないですけどね。いやいやいや、それでも20年生きてんだから。ありがとうな。まさか小雪に励まされるとは思わなかったぜ。パーフェクト、素晴らしい。パーフェクトだけ切り取ってサムネにしようかな。もう長いっぺです。そうか、じゃあそろそろ帰るとするか。キリさん、今日はすごく楽しかったです。ありがとうございました。まあ一応正解を何回か引いたっていう結論でいいのか。もう俺38のね、いい年した おじさんが21の子にあれすんのどうかと思うんだけど、それはよかった。またご飯食べに行きましょうね。あ、また行こう。やったー。まあ二人がそれでいいならいいです。幸せなら OK です。いやー、でも小雪ちゃん本当に彼氏いないんだね。こんな子いたらあれじゃないですかね。え、別にね、声かけちゃうでしょ普通に。どうなんですか、あんまナンパとかしたことないからわかんないけどさ、声かけてまうぞ。で、ここいらで第二陣かなちゃんを、え、違います、あ、違い、あ、間違えた。さあ、じゃあかなちゃんやりますか。あ、キリュウさん、かなか、どうした。えへへへ、今ご飯行こうかなと思ってたんですけど、たまには一緒に行きませんか。かなとご飯か。よし、行こう。よし、じゃあ寿司でも食いに行くか。寿司、また寿司。やった、行きましょう行きましょう。お寿司、お寿司。O-S-H-I。違う、O-S-U-S-H-I。さあ、好きなだけ食うといい。よーし、たくさん食べるぞ。あ、これやっぱあれだな。そのメイク中だと見える顔とさ、このムービーになった時の顔全く違うんだよな。足が止まりませんよ。おいおい、そんなに食べて大丈夫なのか。メイク強すぎたわ。うん、大丈夫です。実は私特技は大食いなんです。あら、そう。これくらいなら朝飯前ですよ。そうなのか、意外だな。だから今日は桐生さんも一緒にガンガン食べましょうね。はい、実は正直なんだ、おもんな。大食いだったら負けねえぜ。ああ、俺も大食いだったら負けねえぜ。そうなんですか。もうそれはもう吉牛で波大特全部食ってますから、一撃で。大食いだと、はい、友達とご飯食べるときとかいろいろと気を使うんですよね。ああ、なんかわからんくはない。割り勘にできないし、友達に合わせて少しだけしか食べないこともあるし、差があるときな。確かにわかる気がするな。だから大食いの友達ができたらいいなってずっと思ってたんです。あれですよ、あの蒼天堀の底ジャイアント城田さんのお店ありますよ。大食い友達になってください。お安い御用だ。さあ、じゃあどちらがより大食いか勝負か。はい、望むところです。いや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 、じゃあ早速大トロ50貫ください。お前霜降りの聖夜と同じことしとるじゃん。いやー、しかしまさかカナが大食いだとはな。だがそれにしてはスタイルはいいんだな。まあね、あまり太らない体質なんですよ。それと運動も一応昔からずっとやってるんで。何のスポーツ。おお、何をやってるんだ。あとバスケ。最近はジム通いですね。バレーか。あと高校生まではバレーボールやってましたよ。バレーやってる子はあれか、背伸びるから。うん、カナは背が高くないしバレーボールは大変だったんじゃないか。あ、そうなんだ、背高くないんだ。そうですね、最初は苦労しましたけど、でも最終的にはキャプテンにまでなれたんです。おお、カナがキャプテンになれたということはかなり努力したんじゃないか。かなり努力したんじゃないか。別に特段面白い選択肢もなかったしな。でもチームで一番練習をしていた自信はありますね。負けず嫌いなので。
いい声してるな。もしかしたらそれを見ていてくれたからみんながキャプテンに推薦してくれたのかもしれません。はあはあはあ、きっとそうさ。一生懸命頑張って背中で語る、必ずしな、まだ何も分かってないだろう。入店して1週間ぐらいだぞ。1週間も経ってないわ。はい、2日3日とかだわ多分。そんな風にみんなを引っ張れる存在になれたらいいな。ああ、それはもう全然なってくださいよ。カナならきっとできるさ。しかし話を聞いていると、うん、カナは昔から真面目に努力するタイプだったんだな。すね。そうなんですかね。まあ負けず嫌いですし、やると決めたらきちんとやりたいとは思いますね。先延ばししちゃうな俺は。だから前の店でも短期間でナンバーワンを取れたかもしれない。まあ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 、確かにそうかもしれないな。実力があるタイプ。私なんてまだまだですよ。話術も技術も中途半端。うん、もっと上を目指したいんですけどね。あ、まあ、話術なんてないと思うけどな。キリュウさん、あ、まあ、キャバ嬢、どうすればもっとすごいキャバ嬢界ではあんのかな、話術っていうのが。太い客を絶対に逃さない。まあなんか、まあそうではあるんだけど、店長とし、キモいキモいキモい、見てらんねえよ。真面目に努力を続けることが一番だ。一流のキャバ嬢の中に努力しなかったやつはいない。まあまあまあ、どの業界でもそうだろうな。努力の仕方は大事だが、俺の目から見てもカナはどんどん成長してる。心配せずに今のまま真面目に突き進めばいいと思うぜ。キリュウさん、ありがとうございます。ちゃんと見ていてくれて嬉しいです。やっぱり真面目な努力に勝るものはないですよね。これからも根性を出して忍耐しつつ頑張ります。スポコンな感じになりつつある。まあ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 、応援してるぜ。スポコンがダメなわけじゃないからな。しかし以前に比べてだいぶ表情が明るくなったな。あ、確かにな。フォーシャインには馴染めたか。はい、ユキさんも小雪ちゃんもいろいろフォローしてくれるし、すごく楽しくやれています。それはよかった。私の欲しかったものがフォーシャインにはあるって小雪ちゃんが言ってたけど本当でした。やっぱり仲間がいるって幸せなことですね。前の職場では私浮いちゃってたから。どうしてそうなってしまったんだ。いや、まあ、あれでしょ、努力っていうか、私が目立ちすぎたんだと思います。そう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 、やりすぎていびられたみたいな。あまり本気でキャバ嬢やってる人がいない店だったので、頑張れば頑張るほど温度差ができちゃって、神崎さんからお気に入りにしていただいてからはさらに壁ができて。めちゃくちゃ言語化うまいじゃないかこの子。もう自分でもどうしていいのかわからなくなってしまった。話術ないって嘘だろ。めちゃくちゃ言語化うまいじゃん。もうお前を一人にはしない。それは前の店のやつらが悪い。いや、頑張りすぎなくても。いや、これ違う。一番下は違うわ。もうお前を一人にはしないって、それは前の店のやつらが悪い。まあそうなんだけど、それはでもかなちゃんはそういうの求めてないと思う。頑張らない人たちが行く店だから別にそれが悪なわけでもないだろう。まあ一番上なのかな。安心しろ、うちに入ったからにはもうお前を一人にはしない。いくらでも目立ってくれ。俺たちはお前の頑張りを受け止めるぜ。うん、かっこいい。キリュウさん、ありがとうございます。本当にフォーシャインに入ってよかったな。私一生懸命頑張ります。キャバ嬢になったからには一流のキャバ嬢になってみせますよ。うん、なんだかんだ人生うまくいくタイプだな、この子。楽しみにしててくださいね。はい。ああ、もちろんだ。なんだかんだ人生うまくいくタイプだ。全部に全力投球なの。パーフェクト。素晴らしい姿勢です。それにしても結構食べちゃいましたね。俺も割と食べたな。カナン釣られてしまったぜ。ふっ、これでキリュウさんも大食い仲間ですね。それにしても今日は楽しかったな。カナンのこといろいろ知れてよかったぜ。はい、私も今日はすっごく仲良くなれた気がします。よかったら、また一緒にご飯にしましょうね。また一緒にご飯しましょうね。あ、やったー。よし、明日からも仕事頑張るぞー。あー、レベル上げー。もう、はぐめた買った時ぐらい上がってるわ。寿司屋というはぐめた。で、キャバクラも経営しちゃいますか。ついでで。
ね、戦術した通りチャンピオンシップ出れるんで行きましょう。ちょっと待って、コンディションの確認。多分全員そうだな、スーパーニコちゃんになってるな。小野美智子はあれだけど、まあいいだろ別に一人ぐらい。レッツゴー。いよいよパラダイスリーグのチャンピオンシップですね。ああそうだな、フォージャインになって初めてのチャンピオンシップ、緊張します。大丈夫、私たちはこの日のために秘密の特訓までしたじゃない。その努力がきっと背中を教えてくれるわ。飲み会をしただけだと思うが。おお、言うな言うな。またくだらない話をしているのかい。余裕だな、フォーシャインさんは。なんでわざわざ来てくれんのお前、もういいから帰ってくれ。うわ、また来た。ゴキブリと同じ言い方。おや、うちをクビになった負け犬のカナちゃんじゃないか。ここは捨て犬を預かる保健所にでもなったのかな。黙れ負け犬を、黙れ負け犬。くっ、なんですって。カナちゃん悪く言ったら私が許さないんだから。負けたの神崎だろう。なあ、カナちゃんが負けたわけじゃないぞ。まあ落ち着きなさいな。今回相手になるのは私じゃない。あ、愛か、 AIKA。ここがフォーシャインか。なかなかいい感じの店じゃん。あなたは、紹介しよう。パラダイスリーグチャンピオン、神崎グループ大阪ヘブンズゴッドのナンバー。ヘブンズゴッドめっちゃおもろいな。お祭りクイーンアイカだ。チュース。この子がアイカ。アイカ。この連中に神崎グループの恐ろしさを教えてやれ。何それ、なんそれ。私そんなんために戦う気ないし。困る困る。グループがどうとか全然興味ないんだよね。私は私がパーティーを楽しみたいだけ。それでよくね。かまわん、あいつらに勝ってくれればそれでな。ごめんね、うちのオーナー堅物で口悪いから。あんな気にしないで一緒に試合楽しもうね。めっちゃいい子。よろしくお願いします。あんなん、よし、じゃあ今日もトークトントムズ。おー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 、こらこらこら、なんか変わった子ですね、アイカちゃんって。ああ、だが重い空気を一瞬で変えてしまった。あいつ相当な実力者だな。ええ、うちも気合い入れていきましょう。さあ、それではそろそろ始めましょうかね。お前無断入店ぶち殺すぞ。おい、棒の磯崎。キャバクラグランプリパラダイスリーグチャンピオンシップチャンピオン、大阪ヘブンズゴッドに対するは、挑戦者ちょっとしたちょい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 。果たして、お祭りクイーン、アイカ落とし、神崎グループの牙城を崩せるのか。キャバクラバトル、スタートです。スタートです。さあ、ついにやってまいりました。マジでこの実況付き最高だわ。果たして、勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気でいくよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンをデラボーンのぶち殺すぞお前。うわ、かっこいい。え、指名入ってるんだけど。うわ、嬉しい。もうとうとうその域ですか俺たちも。